井口選手がカットをした。あ、そのまま佐野が運んでいく。井口バックヘッドで佐野回収へ。佐野自分で行く、自分で運んでいきます、うん、そして藤井を使う。さあここは佐野が運んでいって中村からダイレクトで右サイド。まあ、この場面もそうですけど、はい、藤井が行ってもいいかなと思うんですよね。藤井がもうやっぱりちょっとね下がってしまうんで。佐野から細谷、井上志音逆サイドまで展開しようとしましたが三田に当たってしまいました。さあ推進力が出ました。佐野回収、反対に佐野回収、三田につけた、ボローから、ボローカー抜けば上田から樋口、そして前に運んでいきますが佐野回収、佐野が運ぶ、佐野が行く、いや行きますね佐野回収。ここ小見が行く、小見、当たれます、カット収めていくことないか、そんな感じだったように見えますが、稲垣が前に出します。スライズ、これ佐野です。しかし、米本を再び引っ掛けた、佐野が引っ掛けました。おっと、関川の立て松、これもうまいですよね。佐野川、切り替えです、はい、切り替えの起点にやっぱり佐野がいます。さあ、ダイナで、これの後カットですからね、はい、素晴らしい。これ続けていける、そういうことですね。樋口、そして名護の落とし、さあそこにここに佐野が入っていって、さらには広瀬、そして佐野回収が入っていってシュートが押し上げでやったりっていうところの、まあ、少し遅いのかなっていう感じがします。もう一度佐野、佐野が行く、中から外に行きます。これは佐野です。うまいなぁ、こらえて外だ、出した神戸、佐々木大樹がファーストプレス、佐野回収、うん、うん、いいところを見つけました。佐野回収とのマッチアップ、ここマークしました、はい、さあ彼は非常にこの佐野村からシティ、そしてこの中のボールは東、ふっとファールはなしというダッチになりました、ね、そうですね、はい、展開そうです。サイドを変えていく、さあ前に少し運びながらという佐野回収から左サイドの広瀬のブロックでした。まだあります。ディエゴ・オリベイラ、そして阿部、ナイスタックルで佐野、そして鈴木優真、逆サイド地面空いている、ベンカルファ、ここはそのままいった、こぼれ球、佐野回収、ここになりますけれども、両チームの対戦、現在エクバリとの3連勝をしているという対戦になります。の対応です、酒井豪徳、大迫かわして深くまで入ってクロス、うわーシュートは打たせなかった。さあ湯沢が行く、さあここしっかり佐野が対応しました。ここはラインは合っていませんが蓋をしてしっかりとマイボール、内から佐野へ、佐久島、佐野切り返し、佐野シュート、前ワンタッチシュート、エリアの中は滝田が1人、佐野右足、ナイスキーパーランゲラック。プレッシャーをかけます、佐野です、佐野のパス、滝田ヒール、内側を通しました、出口を作ったのは佐野回収、うまく抜け出した佐野、これは佐野が運んだシーンですね、そうですね、3人かわして中央ピッカー、三田のプレー、杉本が奪います、かわしてかわして佐野、まだ行く佐野、パスが通る、鈴木アドバンテージ見ているスペースで佐野、中には3人入ってくる、佐野クロス、杉本粘って樋口、浮き球背後、佐野折り返し中央ピッカー、その中でまだ1対0、もう一人のボランチ佐野が出てきて追加点は中村敬斗、代表5ゴール目、まあ、あの辺は佐野らしい読みですよね、いいですよね、はい、読みがね、遠藤丁寧に佐野を使った、また拾った遠藤、右はマイクマも上がってます、差し込んでいいところ抜けた、久保建英、小さなパス上田、速が対応しました。あ
おっとヘディング佐野。そして藤井が行きます。一つですよね。ニューナップで。ある程度相手を動かすことができるか。これもいいインターセプトですね。バックプレスさあ奪って5枚から浅野サブのディフェンスです。いやいいですね。杉岡斜めのパス鈴木明人が受けましたが、ここは佐野が奪い返す。バックシャーバー縦に行く。ここは佐野回収体を入れる。うん、あここは良い対応でした。スマートラがこういう形を作りたい、はい、ところでしょうかね。そういうことなんですね、はい。タオル気に入った。おー、ナイスカバー。佐野回収。家永、家永マイナス。よくそこのチェック、アドバンテージを見てます。ただ相手は鈴木優真以外うまくブロックを作っています。佐野回収、ボールをキープします。佐野回収、ここはカットして詰めに行こうというところでしたけれども、キーパープラス2センターバックで出口になってボランチも絡んでいきますが、おーと、これはちょっとやり合った形になりました。さあそのシーンです。鹿島よりは当然あるはずです。そうですね。畑の縦パスは佐野がカット。佐野回収、股抜き、第2期札幌ついて壊した。セットプレーの後キーパーに戻った時に必ず甲府はプレッシャーに行っていますが、さあここ佐野エリア中ワンタッチ、鈴木優真、佐野、オランダ、荒木、荒木、こぼれ球、仲間もかなり絞って佐野回収、かわしていく、佐野、佐野シュート、いやー開始8分先制アントラーズ。今日の佐野回収は前への推進力が相当高いというか、はい、意識してた。でこれもまあちょっと強引には見えますけど、もうゴールへという意識が相当高いですよ今ね。最初王のかわし方、まあ、勢いに乗られているので、まあ、そこはちょっとついていくことができないですよね、はい、タイも後半に向けて前半から4人メンバーを変えてきました。スパチョーク、ね、ティーラトンというってことでしょうね。そうですよね。今ボールが渡ったここに伊藤亮太です、はいはい、これで両サイドやっぱり2つありますんでね、はい、こうした長沼、これは読みを聞かせて佐野回収、ここバックチェス、このボール鈴木へ、佐野、いやー、いいスルーパス、鈴木優真、ね、佐野からのボール鈴木で入っている、これが欲しいところですよね、はい、裏は狙えてますからね、鈴木を中心に、まあ、この奪いどころ、そしてシンプルに足元、荒木、鈴木優真、その後安西、佐野、前を見た、ここはスルーして佐野、佐野のシュートをブロックしました。右足でクロス上げます。こぼれ球、佐野ワンタッチ、そのまま打っていきました。いいね、ヘディングの前に笛がある。さあ、いやよりヘディングシュート、とにかく今湘南は水沼さん連続失点しないことですね。もちろんそうですね。っていうところでは自分でね、自信もつけてもらいたいと言います。根本ワンテイク入れます。樋口ワンタッチ、佐野です、佐野です、佐野が行く、根本がフォローします。取ればいいですけどね。佐野とボールを取った鹿島です。佐野つなぐ、また佐野狙っていた中村圭太、ただ取られずにここで運んでいく、はい、さあその佐野を運ぶ、ここまで運んだ佐野、運まれてかなり厳しい状況ですがスローインにします。ザノツだからスペースに出していて、河村から、ああ佐野ですか、あー今イオンカードパス、マイナスのボール、佐野会長もさすがですよね。そうですね、自由にさせませんよね、はい、あーさあここ入れ替わってということで、また町野が行く、
使ってその流れで2度追い3度追いで溝口まで行きましたからね。38ゴールのうち15得点がセットプレーから上げている鹿島、いいチェックです。佐野、まさに両サイドハーフが相手のサイドバックを見るという、そうなんですよね、はい、なので必然的にボランチのところ15、鹿島に行く佐野、佐野が奪った、素晴らしい加藤、佐野、激しい接触、フリーキック、おっとイエローカードです、まあ、ゼロで帰るのは最悪なんで、おっと、そしてジエゴのファウル、あっと、ここでジエゴにイエローカード、ジエゴも累積4枚目です。